アクアフィットっって、てどうやって取り付けるの施工方法を説明しましょう水膨張性不織布保護のため袋からの取り出しは施工直前ですアクアフィットをエフレックスにねじ込んで。 エフレックスを付き合わせてねじ戻します。真ん中までねじ戻したら終了です。これで取り付け終了。テープもいらないし、簡単でしょ本当にねじ込んで戻すだけなんですね。